はい、皆様どうもこんにちは。ポケモンカード招待選手の土屋です。今回はポケモンカードレイジングサーフ発売日なんですよ。で、まあ、僕ね、ポケカの公式の抽選当たったことないんで、まあ、僕みたいな底辺はこうやってコンビニに向かうしかないんですよ。なのでとりあえず早朝明け方からコンビニに行ってチリちゃんの SR 会いに行こうと思います。で、今回はちょっと1人じゃなくて撮影者1人プラス編集者2人プラスポケモンカードの全てを知り尽くしている CL 出るときにね、いろいろと教えてくださったカイトっていう僕とタメのねポケカ友達がいます。こんにちは。こんにちは。なんか深夜に集まったはずなのに今回からシステムが変わってて、まさかのね朝6時からなんですよ。あ、7時からか。そう、俺ら深夜変わったらポケカ買いに行きてえからみんなで集まっていくかって話してたのに、なんか7時になっちゃったから朝までスポッチャ行ってるっていうマジで死にかけです。でも俺たちはこうやって死ぬ気でポケモンカードを集めないとポケモンカードができないっていうこの状況、俺言っちゃったもん。だって公式の配信でポケモンカード買えないんでやってませんでしたって、あれちょっと問題発言だった。ちょっとあまりよろしくないなんかいやポケモンカードが買えないっていうのが当然なことになりすぎてて、なんかね普通に自然と言っちゃったんだよね。まあ、でも俺らはちょっとプレイヤーとしてガチでやりたいからテンパイヤーに負けずと、いや羨ましいよ。どうして YouTuber はみんなあんな10ボックスとか買えるんですか。やめろやめろ、教えてくださいよ。あれどうやってるんですか。当たったことありませんよ僕。あの人たちポケモンカードやるんですか。ということで今回はまあ大体コンビニって1人1パックとかなんだけど、それで SAR チリちゃん、まあでもぶっちゃけ俺カードの方が欲しいからサーフ号かな。サーフ号 SAR 当てるまで帰れません。やっていきたいと思います。ということでね、まずはじゃあ1軒目、とりあえずまあその1人で1ボックスとか転売屋がね買い占められないようにポケモンの公式も対応してくれてるんで、なのでとりあえず2パック買えました。嬉しい普通に。しかもね、何よりも嬉しいのがこれがデッキボックスみたいな。俺ねぶっちゃけこっちも欲しかったんだけど、このミュウツーとラウドボーンのこの2つがもう早速手に入ってしまうっていう。でもねこれがね1個2000円ぐらいするんだけど、これがもう2つ欲しい。これラウドボーンのデッキ作りたいからもう2つ欲しい。ちょっとあいつらいないうちにこれ開けちゃうか。あ、でなんか深夜にね1個見つけたんですよこれ、まさかの。でね、せっかくね5人で来てるんだから、お前らみんな5パックずつ買って俺にくれよって思ったけど、みんなポケカハマってるから誰もそんなことしてくれないっていう。だからでこれがね、これがリアルタイムポケカ開封ですよ。あんなね何ボックスも何ボックスも開けていけるような親近感ないから、普通の一般プレイヤーはどうやってポケモンカードをしているのかってところを皆さんにお見せします。ミラクルボディ、あ、ボスの指令強い、全然嬉しい。もうボスの指令出るだけで、おー、翡翠ゾロアーク V からの、あ、基本エネルギーの SR じゃん。はいはいはい、まあでもこれ全然あるんでね。ロストスイーパー全然いいです、全然いいです。まあ問題はこっちですよ。いやこれお前らから AR とか SAR 出たら暴動が起きるかもしれない。俺が車運転してんのに全部。うわー、一パック目マイナン、マイナン、ちゃんと映ってるそれ。マイナン可愛すぎるだろこれ。バディパラスね強いんですよ。ゴースト、いや、あ、ジラーチ来た。ステラビールのジラーチ、これマジで最重要です。こいつの AR があればよかったんだけどな。あ、ポケモン入れ替え入ってんだ。うわ、アブソルなんか作画すごいな。でまあ30パックのうちの2パックから SAR とかが出る可能性は所詮1/15なんで、まあキラーが出れば、 EX が出てくれればいいです。サーフを4枚欲しいんで。フスネ可愛い、フスネ可愛くて鉄砲魚で、あーなるほどね。しまあそんなもんでしょう。はい、まあ、これを繰り返してSR が出るまで帰らない。俺絶対チリちゃん出るまで帰らないから。雪嵐 AR。AR。AR いいじゃん。可愛い雪嵐 AR。俺 AR の方が欲しいんだよ、なんなら。もうね、めっちゃ綺麗、可愛い女の子とか興味ないあんまり。あのタマンタの AR が欲しい。AR コンプしたいね確かに。開けていいよ今。レジンさん。行きますか。しました。お、吉田リネックス出たじゃん。
それ強い、落とし取り強いね。あ、そうなんですか。あ、これはもうお邪魔いいな、お邪魔マジで絶対悪さするから、プレイヤー目線も強いな。勝負マスクだ。えおい、降りろよマジで。降ります。出ていけよ。いやマジ泣いた。お前それ俺だ。なんで俺が運転してんだよ。こんな朝までスポッチャ行ってよ。お前もさ、こいつ何じゃもやらさ、ミモザラスキーやな。プラスするとマイナンの AR 両方出たんだけど。嘘。え、プラマイのさ、AR 見せてあげて。プラマイ AR。かわいいよね、これ繋がるのイラスト。めっちゃいいこれ。いるんだろうな、俺に。俺のこと大好きって出たもんな。一番、まあ、編集者で一番好きって出たもんな、俺のこと。あ、そうか、ありがとう。お、変えた。2パック。お、みんなあげた？まだ。これ、浅川どっちがいい？お前の分。右にします。え、多分これ交換した方がいいです。あ、確かに。それはある。どんだけ自信ある。早めに出しちゃいたいな。一つプラス AR が欲しいよ、せめて。お、ちょっともう一回下チラッと見せて。 SR って書いてる。うん。もうガチでお前やばいよ。やばいしかもさっきさ、オファイもさ、今日 SR だったら、俺ら多分今日合計15パックぐらいしか買ってないのに、 SR と SR みんなで4、4、5枚やってたし。買えた？やばい19パック。こんなことあるんですか。まあ1人、まあ、19パック買えたっていうか、まあ、1人10パック、ね、でまあ合計50パックだけどそんな売ってるわけないから、うん、なんかもう、あ、もうじゃああるやつ全部みたいな感じになったんですけど、これやばいっす。これ SR チャンスだね。これはやばい。え、これまた1人何パック。1人4。ちょっとじゃ俺の予定選んでくれ。さあ俺は、いや、しかもね、なんか7時から販売全部開始かと思ったらね、全然そんなことはなくて、わりかしどこにも売ってなかったから、この19パック本当に奇跡。まあ、電話しちゃえばねぶっちゃけ早いんですけど、まあ、電話されるのはちょっと店員さんもかわいそうなんで、最低限のモラルをわきまえながらしれっとコンビニに行ってなんかありましたよみたいな、あ、ポケカあるじゃん買おうみたいな、そういうニュアンスでやってきたんですけど、まさかこんな19パック買えるのはね、やばすぎる。3分の2だからね。いや、ちょっとこえ、あ、お前やばいな。やばいですね。怖いです。お前キモいよちょっと。まだ2枚箱の可能性ある。でも2枚箱なんて本当に存在するの？大体買う。おお、止まんと。おお、止まんと。言ってたやつ。え？狙いが、ね。そうか、AR あった。そうだ。誰だよこいつ。え、タマンタめちゃくちゃ可愛い。普通にちいちゃん並みにタマンタ嬉しい。やばいよ。なんかもうすでにさ、めっちゃ買ったような気分でいたけどさ、言うて1人まだ10パックもあげてないよね。今10パックぐらい。それでなんかもう満足感すごい。どっちがいい？こっちで。ちなみにお前さっきから金払ってない？いや、払いますよ。後で払いますよ。当然のようにこいつ。いや、まあ、そうやって払います。俺の金です。うわーって出てくからこいつ。いや、ちょっとね、はい、これは期待だ。いや、なんかこの外でね、こうやってポケカをね、開ける喜び、学生みたい、本当に。あ、チリちゃん普通の。あ、さあ選びな。いやこれです、はい、あ、いや、じゃあ俺これもらおう、はい、SAR はさすがにやりすぎかもしれないけど、まああんまり欲張りすぎるのは良くない。 AR がね出るか、
おー怖いね。お前フォックスライトかいんのこれ。メディカルエネルギーあんま強くないんだよね。普通に実用的なカード、いや一番欲しいのサーフボー EX の数が欲しいんだけど俺。テシード、あーこれオクタも面白いよね。深丸とかガブリアンスも俺出てねえよそういや。まあ、それだって言うて開けてねえんだもんな。あーこのアブソルめっちゃ出るな。あチリちゃん、まあ、チリちゃん残念ながらカードとしてはクソ弱い。まあ、こんなもんですよね3パックってぶっちゃけ。そうだよ、さっきまでがおかしかったんだよ。はい、あーこのパラソルお姉さんのねこいつの SAR がやばい。なんでお前なんだって感じだけど、あーはい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 、まあ僕はなかったですね。あおいいじゃんバチェル、えバチェルめっちゃいいじゃん。何かと思った、かわいい、犬沼の上に乗ってんのか。はい皆さん、なんととんでもないことが起こりました。こちらですね、バイオレットが売ってた。いやこっちの方がやばいよね、なんなら。まあなかなかね最近見かけないね。えこれあれだよね、ミモザが出るやつだよね。そう、え単純にさミライドンが欲しいんですけど。そうミライドンがね優勝してるからね、ちょっと今人気高騰中、ね、ガブリアス、ガブリアス来て、あシキミもいるかこいつ。なんか見た目はいいけどテキストは最悪って聞いたな。書いてあること以外は完璧な女って書いてあった。確かに、ね、そういうやつ多いんだな今回。マジで弱い。トコリザル、俺初めてかこれ開けるの。アルクジラかわいい。レアコー、AR 欲しい。あエレキジェネレーターいいじゃん。単純にカードが強い。頼む頼むよ。クヌギボッシーラッキー、お AR だ。あお前は持ってる、お前は持ってんだ。なるほどね。他のパック売ってる方がなんかもはやテンション上がる。確かに意識ない、意識ない中ポケモンカードを無限に漁る悪魔。あ、でもなんか光ってるよ、光ってる。コソクムシ、ズルック、深まる、あーグラードグラードンの AR、 あ、でもこのランタン強いやつだ。なんかもうね、こうやってコンビニでちょっと1パックでも2パックでも買えるだけでぶっちゃけ嬉しい。なんか久しぶりに差し入れとかでもらわなくてちゃんと自分で買えた。久々にポケモンカードをやってるって感じする。鉄砲魚、パラソル、コレクレイ、はい、OK です。出てる、出ます、うん、おー、まあ、普通にそいつ欲しいから、お前さあマジでさあすいません、お前すいません、いやまあまあまあいいでしょう。何枚目今日君、ね、実際 SR4 枚目4枚20パックも開けてないよ。はいじゃあね10時になったということで、ファミマにね行列ができてました。びっくりしました。すごい、ね、やっぱ今こういうもんなんだな。そうです、こんなこと言っちゃ悪いけど明らかにポケカをやるような年齢じゃない人がいっぱい買ってたね。あの人はやらないだろうなって人が買ってたけど、あの俺らの目の前で何歳児ぐらい、あれ3歳5歳ぐらい、5歳ぐらいの5歳ぐらいのちっちゃい女の子が30パック買ってて、俺たちの分2パックずつしかなかった。でもちゃんとポケモン好きな子だったから、ああいうのはね、ほほ笑ましかったですね。じゃあこれ僕はリパックいただきます。もうちょっとあの店員さんもなんか均等に分けれなかったのかな。あの子たちにみんな30パックもらってって予約とかでもないのに。でもね、好きポケモンが好きな日のね渡る分にはいいんですよ。あ、そう、技マシーン、そういえば
そういえばあった、技マシーン俺一回も当たってなかった。そうじゃん、そうじゃん、完全に忘れてた。頼むぜ、もう終わり時、終わりどころ見失ってきたから、もう頼みます。 AR も全然当たんない。ああでもキラーだけど、あ、ギルガルド、そこいつの AR 欲しいんだよね。ランタンギルガルド悪くない、誰か当たりそうな感じあるけどな。子供可愛かったな、なんかお前ら仲良くなってたもんな、手振っててめっちゃ懐かれてたけど、お前ら風貌怖いんだからやめろよ。なんで仲良くなってんだよそりゃ30パック買ってても許すぞ。さあ、つまりあの子の手に SR が行ってしまったんだ。ここで浅川が SR 奪ったら、ああま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 あ、ザシアンね。うーん、ぬやばい、失敗した。どうしてくれんだろうな、どうして。でもなんかキラーに感じはしたよ、マイナンからのからの出しました。お、クーパーエース。他の皆さんもないっすね。よかったね。このネジだけ別枠なんだ。じゃあもう僕僕満足です。もう僕これ左だよ。僕だってこれもうこんな、だって俺30パックも開けてないよ、ちなみに。いいじゃん、こんなこんなもう満足です。30パック開けてなくて普通にこれってやばくない？やってること十分やってることやばいよね。時代はバラ買いか、そういうことです。でも後ろの人たち見てください終わり、後ろの人たち終わり。一切お前らから歓声が聞こえてこない、うん、こんな朝まで頑張ったのにということでね、僕のねファンサバで最近ポケモンカードが流行っているので、ぜひとも皆さんファンサバに入ってオフでポケカしましょう。待ってます。